はい、皆さんどうも、トットです。今日はスプラトゥーン2をやっていこうかな、ストーリーモードをねやっていこうかなと思っているんですが、ですね、もう上を見ていただければわかると思うんですけど、ボス夜間へ向かえとありますね。はい、その通り、もうエリア、すべて4,5,6,7,8,9 クリアしております。もうね、すぐボスに挑めるようにしておきました。そしてさらにこちら武器ですね、このメイン武器、こちらのみレベル2に変えてまいりました。そのため撃つスピードが速いです、前作に比べたら。ということでボスはもう初見なんですよ。今からすごいドスコイタコツボ侍ということで、こちら行ってみたいと思います。いけ、めっちゃ緊張するな。みんな緊張してるんだよね。え、ローラーなんだ。おいー武器決まっとった。よし、すごいドスコイピコチボ侍いきたいと思います。まずね、弱点を探す。そこは最初の登場の仕方は一緒なんだ。あら、相手もローラーだよ、相手もローラーだよ。うわ、なんか強そう。めっちゃ鳴ってきそうじゃない。なんか一輪車乗ってる。いざ尋常に。残った、やめて。
とかないとまずい。黄色でこうやって動かなくなるのはね、一応危ない。あー回転切り。やったすごい、どっこい、とこつぼ侍ゲット。いや、クリアでした。うーん、びっくりした。うーん、ちょっと焦ったわ。ともあれ4号お疲れ様。それにしてもタコたちの基地、なんとなくガーリーになってない？センス変わった？引き、引き、せ、なんで無線の調子が悪いのかな。捨てられたガラクタのせいでタコツボキャニオンの電波が乱れているのかもしれない。 EKSM バンドと呼ばれる電波帯はいろんな製品で使われている。特に電子レンジは強い電波が、はあはあはあ、無線の電源を切っとかんとね。やったー。 あ、これもいろんな武器でやれるのか。おお、3面に行けます。やっぱローラー強いね。さあ3面に行きましょうか。とりあえずロウト配送センター、宅急便かな。よっしゃい。なんかかっこいいね。あー、なんかめんどくさそうだわこれ。はい、というわけで無事に2面のボスも1回でクリアすることができました。皆さんどうもどうも。まあ、ストーリーモードのボスを倒して、いろいろやっていたところ、アミーボがですね、だいたい武器を全部っていうか、まあ、装備を一式もらえたので、ちょっとこの装備を使ってガチマッチに行ってみたいと思います。ガチ歩行バトル行ってまいります。まだ C なのにめちゃめちゃ周りが強くて、もう本当に全然上に上がれないんですよね。早くもう S プラスだった人たちは上に行ってほしいです。もう強くてさ、全然本当に。まあ、頑張っていこう。迷惑をかけない。強かったですね。完全に喋るのを忘れておりました。やったー、イエーイ。
しい対話維持できるかな。いや味方がねすごい良かったです。連携取れてたかもしれないですね。はい、黄色がすごく多かったので、あの面積が移動しやすかったです。味方さん様ですね。はい、ということでお疲れ様でした。バイバーイ。